さあ今回、ジョブズにしましょうか。これジョブズになかなか面白い格言ですね、これ。常識常識ああ、凡人が仲良く生きるためのルールかと。<laughs> 凡人が仲良く生きるためのルールかこう、うまいですね。確かに。その常識があるから仲良く生きられる一緒に共に過ごせるわけじゃないですか。そこに,そこに非常識な人がいると、まあ、仲良くはできないですよね。だって、A のグループはその常識で生きてて、B の人が入ってきてね。 いやその常識は違うよっつっても A のグループではその常識で生きてるので例えば国が変わったらね一夫多妻制みたいなのがあるわけじゃないですかうんでその一夫多妻制の国で生きている人たちはそれがルールでい、まあ、やってるのでいやそれはダメだって言ってもいやうちはこういうルールなんでみたいなあとあの マリファナでしたっけマリファナが許可されてるとこもあって、ダメなとこもあるんですよ。だからそのマリファナを吸える国で、マリファナ吸うんじゃねえバカ野郎みたいなね。いすいません、大丈夫なんですけど、みたいな。<laughs> だけど、そのマリファナが OK なところは OK なんだけど、ダメなとこでね、マリファナ吸ったらね、逮捕されますよね。いや、あのー、マリファナ吸っていいんだけど、うちの国、みたいな。 多分マリファナースティーとかあるそうだねマ。マリファナ、オッケー。オッケー。合法タイマー。うん。なんかその、大丈夫。なんか大丈夫な国があるあの、あると思うんですよ。大丈夫な国。大丈夫な、大丈夫。国。多分どこだろうな。うん。 まあ州によって合法化されてるんですよね。あ、マリファナ合法国はどこと。マリファナの合法国はどこだ。うん、合法。あ、カナダ合法。合法ですね。ウルグアイ、ウルグアイ、ウルグアイは国内移住者のみ合法。栽培は6株まで合法。 まあこれいろいろありますね。どこまでが合法とかいろんなルールありますね。違法違法違法まあ日本だったら違法でしょうね。はい。ということでございます。いってらっしゃい。